まあ世の中ね、いろいろ難しいことありますから、まあ良くはないとされていてもね、しょうがないっていうとこもあるんですよ。それやっぱりその人をね、喜ばせることが、仕事につながったりだとか、まあ、お金につながったりだとか、そういうことがありますから、まあ、その人を喜ばせる、楽しい気持ちになってもらうっていうのは、まあ、必要なんですよね。まあそこまでするのはどうかみたいなとこあると思いますけど、やっぱり、まあ、接待って言うとね、ちょっと言い過ぎなとこあるかもしれませんけど、やっぱりその人が力を持っていて、お金を持っていて、その人が喜んでくれることが仕事につながるんだというような状況であればですね、やっぱりその人に喜んでもらえることを少しでもね、まあ、ルールの範囲内でこうやっていこうっていうのはある意味しょうがないし、あらゆるとこで行われていることでもあるんですよね、おそらくは。まあもちろんね、良くないこともあります。やっぱりやりすぎは良くないですから、いくらねルールの範囲内、ルール外のことはもちろんダメですけど、いくらルールの範囲内であったとしても、やっぱりやりすぎは良くないんですよ。っていうのも、もっと一番問題なのは、その本来喜ばせる相手、喜ぶべき人が喜んでない、楽しむべき相手、楽しませて楽しんでもらうべき相手が全然楽しい思いをしていないっていうのが一番無意味と言いますか、やっぱやる意味ないじゃないですか。そうなったらこの接待何なんだということになりますから、そんなんだったらやらない方がいいんですよ。どっちも楽しくないじゃないですか。よいしょしてる側ももちろん楽しくない、よいしょされてる側、接待されてる側も、わこれ楽しくないなって感じてたら何にも意味がないんですよ。そこから生まれるものは何もないし、お金も仕事も生まれないわけじゃないですか。次につながらないわけじゃないですか。それはだから意味がないんですよね。そこにもうちょっと気づいてほしいっていう思いがありますね。だからやっぱりやりすぎは良くないんですよ。やりすぎるとこちら側もね、じゃあ仮に僕がそのね、そっち側の立場であったとして、やりすぎだとやっぱこっちも楽しくないんですよ。桃鉄の赤鬼はやりすぎなんですよ、いくらなんでも。桃鉄ね、新しい桃鉄、スイッチの任天堂スイッチの桃鉄の赤鬼、やりすぎなんですよ。まあ一人でやる場合ね、まあ一人じゃなくてもそうなんですけど、コンピューターをね、対戦相手選ぶことができて、いろんなキャラクターがいるんですけど、赤鬼が一番弱い。一番弱い赤鬼を選ぶと、まあ赤鬼は弱いから、桃鉄というね、こういろいろ電車で全国、日本全国回りながら物件を集めていく、お金を貯めていくっていうゲームで、本当に赤鬼は弱いから、全然勝てない。こっちがいっぱい勝てるから楽しい。まあ本当に接待みたいなもんなんですけど、いくらなんでも、最近の新しいやつの赤鬼はやりすぎだから、サイコロを振るんですよ、桃鉄だから。サイコロですよ、あのサイコロ、 1,2,3,4,5,6 の目があるサイコロを振ってね、なるべくそれを急いで目的地へ行った方がいいんだから、6が出た方がいい時もあればって感じなんですが、赤鬼のサイコロが3までしかないんですよ。3までしかないサイコロを振るんですよ、赤鬼。それは違うって、3までしかないの見えちゃってるもん、こっちは。それは違うじゃん、やりすぎじゃん、いじめてるみたいになっちゃうから。もっとうまく負けないと、赤鬼は一生懸命やってる、あー結構、あーどうなるどうなる、あでもなんとか勝った、あどん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 こっちが物件買い占めることができたっていう感じにしなきゃいけないのに、3までしかなかったら弱すぎるって。6まであるサイクルを一応振らないと。それで3とかしか出ない、2しか出ない、1しか出ないだったら分かるけど、3までしかないんだもん、遅いじゃん、どう考えたって。3までしかないんだから。で、しまいにはカード捨てるし、どういう意味？有利になる重要なカードガンガン捨ててるけど、どういう意味？さすがに、捨てるのはやめようよ。それはもちろんね、なんかいいカード使ってこっちが窮地に追い込まれるほど強かったら困るけど、いくらなんでも捨てるのは意味わかんないから。大事なカード、いいカード、ガンガン捨てていくの、意味わかんないから。嬉しくないよ、楽しくないよ。もうちょっといい感じで、いいバランスでやってくれないと。3までしかないカードは捨てる、さすがにだよ。こっちは一人で桃鉄やってんだからさ。うん、売りましたよ、桃鉄を。一人でしかやんないんだから、一人で赤鬼とやってても全然面白くないんだから。逃しましたよ。
もっと赤鬼が気持ちよくやってくれれば一人でも楽しめたんですけどね。売りましたよ、赤鬼がカード捨てるから。一人でしかやんないからね。